はい、こんにちは。ご視聴者様からのリクエスト、ガーシーさんに協力助っ人、ヒカルさんと青汁王子が応援演説、それぞれの気持ちを占いたいと思います。ヒカルさんのプロフィール、1991年5月29日生まれ、31歳、身長175センチ、兵庫県出身、 YouTuber 実業家。青汁王子のプロフィール、1989年3月29日生まれ、33歳、身長181センチ、北海道出身、 YouTuber 美咲ホールディングス代表取締役。立花隆さんのプロフィール、1967年8月15日生まれ、54歳、 NHK 党党首。占う内容です。1、ヒカルさんの気持ち。2、青汁王子の気持ち。3、立花隆さんの気持ち。以上です。ヨッシーの占いでチャンネル登録と Twitter フォローよろしくお願いします。では浄化を。では浄化は済んだところで切っていきたいと思います。はい、だーって感じで残ったんですけど、まず1、2、ヒカルさんの気持ち、ガーシーさんへのですね。10が出てる、13も。まあなんかちょっと、なんていうかな。なんかこの人についていけばっていう感じを得ますね、この並びだとね。ただ、このダイヤがすごく気になるんですけど、まだね、そんなに親しく、慣れてない、感じだけど、ヒカルさんからすると、慕いたい人っていう感じかな。だからもうちょっと身近な存在でも、なんかこう相談相手でも何でも、なんかこうしてもこういいけど、なんかやっぱどこかこう4が出てきてますよね、こうね。ちょっとまだ相手としては怖い相手の感じを得るんじゃないかなって思いますね。ただ演説に関してはこういいのが出てきてまして、それにね対しては、こう応援もまあいたから呼ばれたのかもしれないんですけど、まあどこをどこっていうわけでもなく、とりあえず
みんな頑張ってるからそこでね、ガーシーさんともつながりあるし、ガーシーさんともっていう感じでところでも何を喋っていいか多分わからなかったんでしょうけど、うん、そうですね、これだと、そうですね、なんかしてしまったことへのこう恩返しでもないし、なんかこうしてしまった、なんかこうね、あの生みの親って言われてますよね。でそれを、ね、最終的にこうだったんだああだったんだって話したら違ったのかどうだったのか、なんかこうそういう意味合いではここで出てほしいっていうのを断りきれなかったところはあるかもしれないですね。ただそうですね、演説を聞きに行かれるぐらいなので、やっぱこれね、ここに当てはまっちゃうんですよね。読みづらいんですよね、こう触っててもね。そうですね、これだと13が並んでるから、なんかこうみんなにもう終わってるんだよっていう、その戦い自体終わってるんだよっていうのを伝えたいのもあるようですね。だからもう今は連絡取ってますよって言ってもみんな分かってもらえない人とかいたら困るから、やっぱりこういう場でしっかりとね、演説というね、ガーシーさんのね選挙演説っていうのに対して足をこう入れたっていう感じかなって思いますね。で、2番目の青汁王子の気持ちなんですけど、これはですね、何か8の台何かこう4、多分あれですね、なんか丸札した時に助けてもらったっていうのがあるので、それがこれじゃないかなと思うんですよね。ですごく恩義を感じてらっしゃる感じで、そうですね、仕事面的にも良くなったし、自分のご体調もね、精神的なね、こういう強さとかそういうものとかも、もうね、バックにこう、もちろんそういうね、東谷さんっていうかガーシーさんがついてれば、さらにパワーアップする、自分の気持ち的にパワーアップするしみたいな感じで、で、なんていうか、ガーシーさんが困った時には手を貸したい、自分が、ね、苦しんでる時に、仕事で苦しんでる時に手を貸してくださった、まあ何かこう、病院で何かこうお話ししたのか、何か手紙が送られてきたのか分かりませんけど、まあとりあえず、二人の仲は良好なんでしょうね。そうですね。で、三番目の立花隆さんの気持ち。これもね、1ですね。もう1の声出てきてますね。これでもう取ったも同然というね、感じでいらっしゃいますね。もう売り喜んでらっしゃいますね。お二人が出てこられて、さらにガーシーさんがね、なんかズームかなんかわかんないけど、なんかこう出られた感じだと思うんですけど、なんかこう、そうですね、10のハートまで出てきてますから、そうですね、ただ、
その演説に対してキングのダイヤが出てきてるので、キングのダイヤで出てきたってことはこうぐちゃぐちゃになっちゃったんじゃないだろうかっていう心配はあるんですけど、まあ、最終的にまたここでキングのハートが出てくるんですね。うん、だからまあぐちゃぐちゃでもちゃんとまとまってるっていうか、うん、あの聞いてる人に分かってもらえれば、うん、あとガーシーさんはガーシーさんでこう YouTube で流されてたようなので、あのそういう意味合いではあのいいかなって、うん、あの思ってらっしゃるんじゃないかなって思いますね。はい、そんな感じでしょうかね。こうすごいいっぱい出てきてますね。あとちょっと待ってくださいね、見ますね。そうですね、ヒカルさんのどっか応援されてるところがあったのかな。キングがついてるんだけど、なんかそういうのがあって、すごく出づらい感じだけど、そこはなんかまあ、つながりを持っとく感じかな。あのこの感じだと曖昧、うん、ちょっとね、あのどっち寄りだったら、多分自分でもどっち寄りじゃないようなことを言ったと思うんですよね。うん、だから誰とかっていうわけじゃないっていうことを、まあ、まず前提において強くそのガーシーさんを押すことができなかったっていう感じでしょうかね。以上ですね。はい、大体のやつはまとめて喋ったんですけど、はい、ごめんなさい、これだ。今日はガーシーさんに協力助っ人、ヒカルさんと青汁王子が応援演説、それぞれの気持ちを占ってみました。いかがだったでしょうか。では、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、失礼いたします。またねー。